最強のドライ対策ありますから。お、何ですか？シャンプーで洗うことですね。シャンプーはダメじゃないですか。目に入っても染みないの分かります？痛くないです。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも、梶原です。たがみんです。よろしくお願いします。先生、はい、最近私目ゴロゴロしてて、ついにドライアイかなとか思っちゃったんですけど、最強のドライアイ対策とかないですか？最強のドライアイ対策、はい、ドライアイって、ね、なかなか完治するの難しい病気なんですよね。良くなったり悪くなったりこう繰り返してね、自分自身もそうなんですよ。調子いい時はいいんですけど、悪い時は本当ね辛いですよね。普通の人がね、まあはい、あんまり知らない最強のドライ対策ありますから。お、何ですか？それで、ね、シャンプーで洗うことですね。シャンプーはダメじゃないですか。絶対痛いですし、ところがね、シャンプーで一番いいですよ、はい、じゃあ今日はですね、最強のドライアイ対策についてお話しますので、最後まで見てくれるとそれはよくわかると思います。まずね、ちょっとドライアイの原因についてね、簡単に復習したいと思うんですよね。言葉通り言うと目が乾くってことじゃないですか。だけどね、目が乾くそのメカニズムが複雑なんですよね。単純に涙が少ないのがドライアイかっていうと、そんなことは実はないんですね。え、そうなんですか？うん、涙がある程度出てても乾きやすいっていう状態、その原因というのがいくつかあるんですよね。例えばですね、一番内側ね、角膜、結膜の表面に涙が出てきて、まあそれを潤すわけですけども、細胞の表面というのは油でできてるから、本来水とは馴染みが悪いわけですよ。その馴染みを良くするために粘液っていうのが出てくるわけです、はい、で粘液が出てくるとね、角膜の表面と水とが馴染むようにはなるわけですね。要するに水が弾かれないようになるわけです。その粘液が分泌が悪いとね、やっぱりムラができるから乾きやすいわけですよね。それからその上にちゃんと水が乗っかったとしてもですね、水の表面がね、油でコーティングされてないと乾いちゃうんですね。どんどんその油どっから出てくるかっていうと、まぶたのですね、血から出てくるんですね。でまぶたの中にはマイボーム腺っていって油を作る場所があるんですね、うん、で管がこう縦に並んでいて、その管からね、油が運ばれてきて、その穴から出るようになってるんですよ。でそうするとね、そこからじわ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 油が出ていますと、まばたきするたびにその油がね、水分の表面に広がって、水分が蒸発するのを防いでるわけです、うん、免疫もそうなんですが、表面の方のね、油がちゃんと機能してないと蒸発しやすくなるわけですよね。はい、水分の不足だけでドライアイになる人っていうのはね、まあ2割ぐらいしかいなくて、実は残りの8割ぐらいの人はマイボーム腺の機能不全があるんじゃないかって言われてるんですよ。油の質が悪いとか、油がちゃんと出てこないとか、量が足りないとかね、まあそういうことがあるんですね。だからマイボーム腺の出口をシャンプーで洗いましょうって話なんです。いやだからシャンプーはダメですって、うん、シャンプーなんですけど、はい、この紙のシャンプーではなくてですね、これは目に入るとすごい充血して染みますよね、はい、見たいですよ、うん、だから染みないシャンプーがあるんですよ。染みないシャンプーですか、うん、目専用のシャンプーがあるんですね。へ、うん、これね、まあ別に僕はね、これを特別宣伝しなきゃならない理由も全くないんですけど、他にね選択肢がないんでね、これを紹介してるんですよ。これはね、まあ、アイシャンプーって言うんですけどね、薬局にはあんまないかもしれないですけどね、調べればいくらでもあると思います。浸透圧とかいろんなものをこう揃えてあって、涙と同じようなね。へ、でこれだとね染みないんですよ。目の周り洗うじゃないですか、まぶたの際はね洗えないでしょ、うん、染みるじゃないですか、洗剤入るとね。だからこれは染みないから、本当にまつげとかね、まつげの根元のそのマイボーム腺とかの汚れを非常にきれいに洗うことができるんですね、まあ、とにかくね、これでそのマイボーム腺の出口をきれいにすると、はい、ドライアイね改善する人もいるんですよ。これは人それぞれです。そこに原因があんまりない人はね、あまり改善しないと思いますけど、そこに原因がある人ってね、これでねすごく良くなりましたっていう人もいるんですね。だから試してみる価値はあると思うんです。やってみます？え、やってみたいです。本当に染みないかどうか気になりますよ、うん、やってみましょうか。はい、はい、ぜひ、はい、じゃあ向こうね洗面台あるから、ちょっとやってみましょうか、うん、お願いします、はい、これぐらいでいいかな。透明ですね、はい、で、まあ、両手でね広げて、うん、それで目の周りからまず洗いましょう。で、一回流しますか。はい、はい、今度ね、縁ギリギリまでねやってみましょう、は
反対の手で下のまぶたを下に下げながらやるとこういう感じですかね、うん、そう目に入っても染みないの分かります？痛くないです、うん、こんな感じですか、うん、目に入っても染みない、はい、痛くないです、ね、はい、うん、これ染みないんですよ、これも非常にね、うん、ありがたいんですよね、はい、うん、上もですか、うん、うん、上もやりましょうか、そうそうそう、まつげの内側ですね、そうそうそう、まあそこはね非常に不愉快不快な感じがするとこなんですけどね、まあそうやってねやると綺麗になります、こっちです、はい、じゃあ流しましょうか、はい、あ、なんかすっきりした感じがします、すっきりしましたか、はい、うん、いいですか、すっきりでね、シャンプー終わったら、はい、出口がね、綺麗になってるはずなんで、あったかいタオルかなんかでね、こう目を温めてもらって、マイボーム腺から出てくる油をね、柔らかくしてあげてね、そうすると出てきやすくなるんで、うん、上から下へ、下のまぶた、下から上、まあ、めんどくさかったら別に普通に優しくこうやって、動かしてあげるだけでも全然いいんですけど、マイボーム腺の中の油は移動しやすくなるんでね、やってみたらどうかと思いますね、はい、うん、先ほど、うん、シャンプーする前にタガミンのねマイボーム腺の開口部の写真を撮ったんですけど、綺麗にしてそれからマッサージもしてその状態でもう一回開口部を見てみたいと思うんで、うん、ちょっと向こう行って見てみましょうか、はい、はい、お願いします、はい、うん、ちょっと下を見てうん、やっぱりね油が出やすくなってますねこれ、おー、うん、いい感じですよと、うん、写真撮ってみましたけど比較するとやっぱ分かりやすいですよね、うん、最初の写真ねこれはあの何もする前のまぶたの縁の状態ですけど、うん、まあ、よく見てもね前ボム腺の開口部がどこにあるかあんまりよく分かんないんですよ、そうですね、うん、シャンプーしてマッサージした後のね状態を見るとですねこれもね細かいからねよく見ないと分かんないんですけどポツッ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 ってこうね少し膨らんでてね、そうですね、うん、油分が出てきてるの分かるんですよね、はい、こういう風にね出やすくなってくるんですよ、でそうするとやっぱり涙の水分の上をね油が覆ってくれるから乾きにくくなるんですね、今まで詰まってたんだなっていうのはなんとなく思ってたんですよ、そうアイシャンプー終わった後すごい目の中が開放感だったので、うんうん、やっぱりマイボーム腺が詰まってたってことだったんですねまあマイボーム腺がどれくらいドライアイにね関与してるかっていうことは人によって違うのでよく聞く人もいればあんまり効果ない人もいるかもしれませんけど、目の縁っていうのは清潔にきれいに保って温めてあげて優しくマッサージしてあげるとドライアイの改善につながるかもしれませんね、ぜひやってみてください、梶原アイケアクリニックではスタッフを募集しています、眼科の先生や首脳訓練士はもちろん資格がなくてもできることがたくさんあります、究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか、私たちと一緒に眼科難民を救いましょう、詳しくは概要欄をチェックしてください、今日のお話役に立ちましたでしょうか、役に立ったと思った方はチャンネル登録といいねをお願いいたします、ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます、チャンネル登録するとベルマークが出てきます、それじゃあまたね。